こんにちは、つちです。今日はですね、こちらの F56 クーパー S に、当店でも人気のレムスのマフラーを取り付けさせていただいたので、ご紹介させていただきたいなと思います。で、まあ、実際見ていただく前にですね、一応今のところレムスのマフラー、F56 クーパー S 用、2パターンあります。で、まず1つがサイレンサーが横置きのタイプですね。でこちらの場合だともう前から後ろまでもう漏れなくフルセットで交換になります。でレイアウトも前から後ろまでもうフルストレートになって、まあ、抜けだったりだとかサウンドもこれ以上ないものになってます。でもう一つがですねサイレンサーが横置きのタイプですね。でこちらの場合は、中間と、リアサイレンサーこちらが別々のパーツ構成になってまして、まあ、リアだけ購入することもできますし、まあ、セットで購入することもできます。でそちらのタイプですとまあ、フルストレートのものよりかはややマイルドな、まあ、排気レイアウトと、まあ、サウンドになってます。で今回こちらの車にはその縦置きのサイレンサーのタイプですね、そちらのものリアピースだけを取り付けさせていただいたんで、ちょっとそちらを早速ご紹介させていただきたいなと思います。はい、それでは順番に見ていきたいと思います。でまず構成的にはこのリアサイレンサーを交換させていただいたんで、まあ、レムスのリアサイレンサーと前側こちらが純正側になりますね。で、まあ、取り付けるにあたってここ、まあ、純正マフラーを切断してここからレムスにつなぎ替えている感じになります。で純正マフラーをカットすることに結構抵抗がある方もいらっしゃると思うんですけれども、一応カットしたマフラーを、まあ、元に戻すこともできます。で純正でスリーブって言ってつなぐ部品がミニ純正パーツで出てますんで、まあ、そちらを別途ご購入いただければ、まあ、取っておいた純正マフラーをまた元に戻すことももちろん可能です。で機能的には全く問題なく元に戻すことができます。で続いてですね、こちらがメインのサイレンサーになります。で一応、まあ、純正と違って縦置きになる形ですね。で、まあ、一応メーカー公表値としては、5馬力アップで、まあ、重量的には4キロ、軽量化にもつながってます。で、あとこちら側がですね、まあ、助手席側ですね。こちらにバルブがついてますんで、付属するリモコンのバルブ操作で、リモコン操作で、バルブの開閉がこんな感じでできるようになってます。はい。で、あと今回こちら、ステンレスタイプのテールを選んでいただいたので、こんな感じですね。レムスのロゴが刻印されてます。でテールは一応他にもカーボンのものだったりだとか、まあ、あとここブラッククロームのものだったりとかっていうのありますんで、まあ、好みは、ね、合わせて選んでいただくことが可能です。それでは早速マフラーサウンドを聞いていきたいと思います。一応ミニ F56 クーパー S の場合だと、まあ、レムスいろいろ組み合わせで、好み合わせでできますので、まあ、自分に合ったものを選んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、商品詳細、あと問い合わせ先なんかは動画の説明欄に載せてありますので、そちらもぜひチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけでスッチーがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。